かこれ。でも効果を感じません？あ、でも確かにこれだけ痛ければ、しかも焦げ臭いし、そうなんですよ、焼けとるし。そうなんですよ、痛みがあるということは、ね、やはり効果があるということなんですよ、うんうんうん、なはずだよね。そうじゃなかったら泣くよこれ。そうなんですよ、私あの以前あの効果のない脱毛、うん、痛くない脱毛というのに騙されて、あのはい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 、9万円払った経験ございますので10ヶ月股を開き続けたんだよね。そうですね、10ヶ月知らない女の前で股を開いて VIO をやらせたんですけど、何の変化もなかったっすね。最悪オブ最悪。金返せマジで。ほんと返してほしいんですよ。え、それいくらかかったの？9万円ですよ、9万円。え、マジで高くない？マジで9万円なんですよ。1ヶ月1万円ってことか。あ、そう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 です。う、1ヶ月1万円をあの、うんうん、10回分なんですけど、あの割引、うん、ずっとあの最初に契約してくれたら割引みたいなやつなんですね。なのであの9万円、10万円ではなく9万円という形。なるほどね、ちょっとお得だとですね。でも、お得でも聞かなかったら意味ないよ。何の意味もなかったんですよ、マジで意味ない。あの最後にあの人が、うん、女が言った一言を女あのね、あの歌まされたんで、ちょっとあの恨みなんですけど、ちょっと言っていいですか、はいはいはい、あの私のあの、うん、アンダーヘアを触りながら、うん、でも最初よりふわふわになったと思いませんってぶっ飛ばそうかと思いましたよ。やめろよ、そもそも他人のアンダーヘア触んのやめろ。いや、まあでもまあ それが仕事なんだね、まあ、そこはいいですけど、まあ一応、まあいいですけど、軽々しく触る、まあさ、軽々しくさ、まあまあ脱毛なんで触るのが仕事なんですけど、まあ、まあ、いいっすけど。そんななんかサワサワするもんなのあれって。わかんないっす、そこしか行ったことないんで。なんかやだな、そのサロン。なんかブルブルマシンがつかねえ。あ、ついた、ついた。ブルブルマシーンやると痛くないの？あ、痛くないですよ、全然。嘘つけ。なんか激辛とかもやってましたよね、ココさん。あ、激辛は全然効果ないんで、あれはあの痛みが倍増されるだけなんで。めちゃくちゃ揺れてる、めちゃくちゃ揺れてる。激辛は効果ないですね、私あの実証したんで。やべ、乳が垂れる。これで、玉木と一緒に揺れるんで。玉木氏、地球ごと揺らしてるんで、ありがとう、ありがとう、ココさん、一緒に脱毛しましょう。